はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ユーロトラック終了と伝えていきましょう。ごめんなさい、録画がちゃんと始まってたのが分かってなくて、ちょっと6秒7秒ほど無言が続いたと思うんですけども、ごめんなさい。いつもとね違うパターンで始まっちゃいました。じゃあやっていきましょうか。お金が3万でしょ。もうちょっと普通にやりましょうか。で、外部契約ね。はい、今私がミュンヘンにいます。いいとこありますか？ないね。北に行きたい。北か西に行きたい。北か西に行きたいだけないね。次のページはないな。これ以上ね、これ以上ちょっと単価下がるの嫌なんで、単純の北があったよね。これこっちでもいいのかな。ね、経由、うん、これにしましょう。ドライブセーフっていうのかな、ナビの方はね。違いました。なんかわけのわからんことを言われました。タイムどうのこうのって言われてる気がするんです。とりあえず私寝ましょうか。200キロの距離なんですよね。多分ね、だいたい200キロぐらいの距離だと思うんですけど、寝ないと私多分ねダメだと思いますんで、寝ちゃいましょう。とんでもないところに寝ちゃってますけど。はい、ガスは満タンですね。さあ、これを出て、対向は来てませんね。じゃあもう全然出ていきましょう。うおー、ごめんなさい、酔ったらごめんなさい、酔ったらごめんなさい。 Get ready to turn right. はい、右ですね。あれを右に曲がりますね。まあ信号引っかかるんですよね、これね。分かってんですよ、私。引っかかんなかったね。あらららら、引っかかりますね。まあ言ったら引っかからないのかな。レフト曲がりましょう。ここですね。いやーね、ちょっとね、ごめんなさいね。私ね、もう今ね、あの飲みから帰ってきたところなんでね、だいぶ酔っ払っちゃってんでね、ちょっとね、声もでかいし、変なこと言ったらごめんなさい。多分変なこと言ったらね、止めると思うんでね、私ね、大丈夫だとは思うんですけども。多分ね、200キロぐらい、うん、220はいかないと思うんです。Okay. はい、Here we go. はい、Here we go ですね。ね、207キロでしょう。あー、私もなんとなく分かるようになってきましたね。いや、無灯火で走ってましたね。ごめんなさい。じゃあ行きましょう。いやー、今日はたらふく、まあたらふくってわけじゃないんですけど、2時間ほどですけどね。ちょっとね、会社の後輩から、会社とか昔のいたね、会社の後輩から、おとといかな、連絡ありまして、飲みに行きましょうと、連絡があって、さすがにちょっとね、断るのもなんだかなと思ってね、行ってきたんですけどね、まあまあまあ、もともと断る気はなかったんですけども、まあこれがね、またね、私ね、酔っ払ってる上にね、パラってる上にね、いろんないきさつの話をしようと思ってんで、収拾つかなかったらごめんなさい。もともと私ね、まあ、後輩からね、お酒を誘われたのは、ちなみに今日がね、2020年2月の23日のはずです。今日は天皇誕生日の、令和の初の天皇誕生日の振り替え休日のはずですね。で、まあ、これですから、月曜日になるんですよね、ちなみにね。で、今日はね、今この収録してるのはね。で、まあ、その3日前の2月の20日になるんですか、20日だね、金曜日に後輩からね、連絡がありまして、ちょっと飲みませんかと、Keep left. はい、キープレフトですね、 and then continue straight off. はい、いう連絡が入りまして、あ、いいよと、で、Go straight on. いうところだったんですけど、まあそれはいいんですよね、それはいいんですけども、これが3連休なんですよね。土日月とお休みで3連休の中で。でね、私わー、なんか嫌な感じする。
ほら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 、待って、いがんじゃった。危ない。ぶつけてよかったね。いやー、もう今ね、ぶつけるしかないって私思っちゃったんだよね。危なかったね。傾いたね。片輪走行したね。でね、まあ行くのは全然問題ないなぁと当時は思ってたんです。当時は思ってたんですけどね、実はそれがお誘いがあったのが金曜日なんですよね。で、私土曜日ちょっと暇だなぁと思ってね、ちょっとかみさんに車を借りてドライブ行ったんですよね。夕方の17時半ぐらいからかな。どこ行こうかなと思ったんですけど、初めね、尾鷲の方に向かおうと思ったんですけど、尾鷲なんか行っちゃったら私多分もう、あ、帰ってくるの朝だよっていうことを思っちゃったので、あ、そこまではやめようと。で、じゃあどこに住んのと、あ、ちょっと南の方に行きたいなと思ってね、あ、和歌山だと。まあ尾鷲言ってたぐらいだからね、まあ尾鷲は三重県になるのかな。とりあえずね、山の中走るのはね、ちょっと季節的にまずいなと、まあ雪降ってたらたまんないよねというところもあったので、じゃあ和歌山市っていうかね、白浜に行こうかなと。海沿いを走ってね、海岸線を走りながら白浜の方まで向かっちゃおうかなと思って、11時半から家を出ました。で、まあ私ね、あんまり大通り通るの好きじゃないんで、裏道とかね、使っちゃっててね、またね、昔のね、昔車をずっと運転してたんで、仕事でね、大阪の道知ってるよと思ってね、やったらね、もう全然分かってませんでした。もうやっぱりね、10年ぐらい経ったら道全然変わっちゃってんで、もう道迷いまくってね、迷いまくった挙句の方角も分からなくなって、で、まあ、Google 先生を使ってね、誘導していただいたんですけども、そんなこんなで道を迷っててもですね、和歌山県に着いたのがね、21時ぐらいには着いてましたね。和歌山市に入ってたんですけどね。で、ちょっと驚いたのがね、まあこれはうちはっていうか、知らない人全然わかんないネタでごめんなさいですけど、国道26号線があるんですけどね、まあ和歌山行こうまた国道26号線が下道ではね、一番無難かなっていう感じなんですけども、これがね、すんごい変わってまして、私が知ってる頃に比べると、今ねバイパスできてんのね。まあ何だろう、泉南市ぐらいまでは普通に26号線走るんですけど、まあまあですから堺の方とかね、ちょうど時間帯私11時半に出てるもんですから混んでんですけどね、混んでたんですけど、まあ泉南入るぐらいは、20時超えてたかな、ぐらいだったと思うんですけども、まあ、車が減ってさらに、もう、そんなに過密な土地じゃないんで、もう渋滞も全然なくなって、ね、でとなるとね、ちょっとねバイパスっぽいの出てきたんですよね。何だこれって思って、緑色の看板でね、普通青看板なんですけども、緑色の看板で出てきたもんですから、あ、今、これ金取られるのかなと思ったんですけど、いやいや、そんなものはないはずだと。あ、ちょっとすごい道が、橋がおかしかったらごめんなさい。そんなものはないはずだというところで、まあ、そのバイパスとやらに乗ったらですね、もうノンストップで和歌山市まで行けるんですよね。びっくりしてた。私ね、ちょっとね、三崎町や府家っていう場所があるんですけども、そこで泊まろうかなと思ってたんですけどもね、泊まれるわけもなく、まあまあ途中で降りたらよかったんですけども、もういいやと突っ切って、結局ね、和歌山市まで行って、で、あと海南市も抜けて有田市まで行ったのかな。有田みかん、有名なみかんでね、有名な有田みかん、有田市まで行ったんですよね。で、有田市に着いた頃がね、11時ぐらいでしたかね、23時でね。これがね、もう和歌山のね、有田市の方ってすぐ横海なんですよね。てか和歌山県ってね、海か山かっていうところなん
って、で、私ね、ちょっと国道から外れてね、なんかいいな、いいかなっていうところがあったんで、そこ突っ込んだら農道でしてね、もうなんかね、もう対面じゃなくて、一車線しかない、まあ、対面一車線かな、両面一車線っていうような感じのところで、もうなんかとんでもない道を走ってったんですよね。早く抜いて。で、とんでもない道をね、ちょっと走っていったんですけども、もうね、狭くて、上り坂すごくて、ただね、農道だったんですけどね、もうですから何ですか、山っていう、まあ、山なんですけども、もう海なんですよ。ちょっと理解できないかもしれないですけどもね、もう山と言いつつももう横海なんですよね。まあ言うたら崖ですね。そういうところを走っていって登っていって見た景色がね、夜中だったんですけども、高さあるんですけどもすぐ横が海っていう感じで良かったですね。でね、ちょっと私はね、星を撮ろうと思ってたんでね、恒例のごとくカメラも積んで行ってたんですけども、ただまあやっぱり明かりがね、光がいっぱい、その電灯がねあったもんですから、もう写真撮ることは無理だなということで、まあちょっとね、肉眼だけで、目視だけで星を見てきたんですが、まあまあそこそこ見れました。ただおそらく写真で撮ったらもう全然映らないなっていうぐらいの高度というかね、だったんで、まあ写真は収めなかったんですけどもね。まあでもね、面白かったです。もう農道なのでね、ほんとね、誰もいなくて、で風がそこそこあったので、もうね、何でしょう、あ、これ行ったらダメだね、さっきまた左に入れって言われるんで、霊的にも怖かったですね。で私一人でしょ、もうね、なかなかの怖さでしたよ。もう無人の中を車で走って、農道なので信号もないし明かりもないんでね、で風が吹いてるから、落ち葉とか枝とかが舞うんですよね。なかなかな感じでした。でまあ結局広場に出て、広場というか結構広い道に出れて、でそれを下っていくと海になったんですよね。その港になったんで、あ、そうなのねと、はい、ライトですね、でそうなのかいっていうところで、まあ、走って、まあもう無事帰れる、まあ帰れるというかね、ちょうど国道42号線があるので、まあ、国道42号線の方に出まして、で、じゃあ帰ろうかと。で私ね、行きしな2号線、あ、ごめんなさい、26号線で来たので、行きしな26号線で来たので、そのまま26号のバイパス乗って帰りゃいいんじゃないのかなと思ったんですけども、 Google 先生やっぱさすがですね。485だっけ、もうすごいんですよ。わざわざ深夜のね、深夜帯なのに国道というかね、26号線走らせずに山ん中走らせるんですよね。これすごいと思ったのが、Get ready to turn left. 対向車がね、対向というかね、あ、危ない危ない危ない、両面一車線です。もう対向がね、来れないぐらいの、対向来たらどうすんのっていうぐらいの細道をね、もう深夜のね12時ぐらいに走らされて、なんかダメージ食らいましたよ。何おかま掘られたんだね今ね。うわひどいな、当てられた。今見えたね、石は犯人がね。まあそんな感じで、何でしょう、 Turn left. もうね、すんごい道 Google 先生選んでね、まあまあ早かったんですけども、実際2時間かからなく、2時間ぐらいで行けたのかな、2時間ぐらいで帰ってくれました。行きはね結構渋滞もあったし迷ったっていうのもあったんですけど、4時間ぐらいかかったのが、帰りは、ね、2時間切ったかもしれないですね。まあ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 時間通りだなと、グーグル先生やるなっていう感じでしたけど、もうね、まあまあ面白かったんですけどね、喉元通り過ぎれば面白かったんです。喉元通り過ぎればね、ただ行って走ってる最中ね、もうこれ落ちたらどうすんのっていうような感じで、
なかなかでしたけど、まあまあ、面白かったです、正直ね。いやーもうね、ほんと夜中ドライブハマりそうだねこれね。またね、和歌山県ってね、ガソリン安いんですよ。134円ぐらいがあるのかな。大阪は144、5円だったんですけど、10円ぐらい安いんですよね。これもあったんで、あとまあでもやっぱりね、やっぱ複数人で行きたいなというのもあるんですけどもね、あるんですけども、一人は一人で楽しいですね。特に恐怖感がもう、もう私最近ね、ホラーゲームみんな好きなんでね、やるのダメなんですけどホラーゲームね、見るの好きなんでね、もう何とも言えない、なんです、恐怖感がね、これね、共感してもらえないと思うんですけど、ほんとね、もう私ほんと子供の頃は心霊写真とか大嫌いだったので、怖いの大嫌いだったんですけど、成人になってからね、結構怖いのをね、刺激を求めるようになっちゃって、いやー、面白かった。でね、これがまたね、何です？もう、すごく貧乏くさい話してごめんなさいですけど、あ、これ、コーン言うね。言わないか。言わなかったね。何でしょう。結局ね、大阪から和歌山の、海南越えて有田まで行ってね、で、夕飯も食ってですね、食べてですね、2500円ぐらいで収まりましたね。ガソリンはね、めちゃくちゃ安かったんで、で、うちの車燃費がいいんでね、リッター20超えるんで、あらららら、変なとこ行っちゃってる。まあ、燃費がいいっていうのもあるんですけど、あとね、和歌山市のね、大桑、9時、21時ぐらいに寄ったんですけど、大桑って22時までやってるみたいですよね。まあ、ただ私が滋賀県で、以前ね、言いましたけど、滋賀県で一部の大桑は24時間やってるんでね、あれなんですけど、和歌山市の寄った大桑はね、22時までの店で、私が21時に寄った時にね、弁当っていうかね、お寿司、スケロクとサラダ巻きがあったんですけど、これが400円なんですよね。400円なんですけども、70% 引きなんですよね、もう閉店間際なんで。だから400円の3割なんで、120円で400円のお寿司が食べればと、スケロクがね。でガソリン代とか入れたらね、多分2500円いってないんですよね。いやー、気が抜けたなーとね、ちょっと私もね、なんか、嬉しくなっちゃった。いやー、ほんとね、一人で行くと寂しいなと思うものもあるんですけども、二人で行ったら鬱陶しいっていうのもあるでしょ。ですからそういうのを考えたら、一人は一人で楽しいなということで、今回はなかなかね、面白かったです。ただそう面白かったんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、収録のこのドライブの間、この仕事の間で収まらなかったんで、ブツブツ言いますけど、帰ってきたのがね、夜中の1時です。明朝というかね、夜中の1時に帰ってきました。1時、まあ正式に言うと12時半ぐらいに帰ってきました。むちゃくちゃ早く帰ってこれました。やっぱ Google 先生の道選びは、山の中、夜中に山の中通らなくて、国道通ったらいいのと思って、26号線で帰ったらいいんじゃないのと思ったんですけど、やっぱ Google 先生の言ってる道を使うとね、信号ないんですよね、山の中だから。山の中だから信号なくてノンストップで走るとね、まあ、橋本市っていうところを経由で帰ったんですけど、本当にね、2時間かからずに帰ってこれたような感じなんで、1時には、12時半には家にいました。で、そこで寝れたらよかったんですけど、私なんかね、朝の4時まで起きちゃいました。でね、まあ毎度のことですけど、朝の4時まで起きてたのはいいんですが、朝の4時に寝ました。起きたのが朝の7時半です。年だね。もうそっから寝れません。もうそっから寝れないので、一応炊事したんですけども、炊事して食事をとって、昼ぐらいに一回寝たんですけど、もうね、体調がおかしいのよね。まあ、これはやっぱり年食ってるのに無理したからなんだろうね。もう皿洗ってる時にね、動悸がすっごい激しいのね。
触られてる時に動悸がすごく激しくてですね、もうあのなんだろう、こめかみの血管が脈っていうのが分かるぐらいドクン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 してて、これまずいなと。でね、私ってあのそもそももともとね糖性徐脈っていう症状を持ってるんですよ。で、糖性徐脈って何なのかなというとね、あの1分間に脈拍が60ないんですよ。ってことは、1秒間に脈拍が1ないんですよね、私ね。だから比較的脈拍が遅い症状を持っているので糖性徐脈っていう症状を持ってるんですね。あと、まあ油断ですけども、糖性不整脈というのを私持ってます。息を吸うと脈拍が速くなるんですよ。で、息を吐くと脈拍が遅くなるというので糖性不整脈っていう症状も持ってまして、で、まあ、その糖性徐脈を持ってるっていう、私は日頃から脈拍が遅いのにもかかわらず脈拍がすっごく速くてね、これはやばいなと、もうこれは何もしちゃダメだということで、昨日は一日中布団の上でゴロゴロしてたんですけども、で2回ぐらい寝れたんですよね。2回ぐらい寝れて、今日というかね、うん、それでも今日今朝ね起きた、今朝は8時に起きました。もうちょっと早かったかな、7時半ぐらいに起きましたけど、なんかしんどくてね、もうちょっと飲みをやめようかなと思ったんですけども、まあでもせっかくだからね、もう2年ぶり3年ぶりに会う後輩からの誘いだから、これは行かないといけないなと思って行って、もうちょろっと飲んで帰ろうかなと思ったらね、生いっぱい飲んだらもう吹っ飛んじゃったねもう吹っ飛んじゃってね、そっから生、まあ、2時間半ぐらいいましたけど、生多分7杯8杯飲んでると思うんですけど、もう逆に後輩の方がね、久しぶりになったらお酒めちゃくちゃ弱くなってましてね、まあ、仕事が忙しいからだろうと思うんですけど、もう途中でね眠くなりましたとかいう話になったんでじゃあ帰ろうというような感じで、今私帰ってきてもなんだかねと思ったんで、途中帰りにスーパー寄ってまたビール買っちゃいました。でまたビール飲みながらこれやってるんですけどね。というわけでちょっとね、体調悪かったんですけども、ビール飲んだら吹っ飛んじゃいましたというような話をしたかったのかないや、これね吹っ飛んじゃったというかね、多分ね麻痺してるんですよね、飲んだことでね。多分これ明日になったらぶり返すと思うんですけど、とりあえず今はねビール飲んでね、なんかね健康体だからっていうか、ビール飲んですごく気分が楽だからっていうことで、ちょっとねこのユーロトラックをやってみましたけども、皆さんもくれぐれもお酒の飲み過ぎには注意してください。きっと私もねこれね今晩あたりからおかしくなるはずなので気をつけましょう。というわけで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。